ジョージ・ハドソン、ジョージ・ハドソンから1871年12月14日は、鉄道をと呼ばれた、イギリスの鉄道投資家である、ヨークシャーのスタンフォード・ブリッジの北、ヨークの東、スクレーンガム教区の放射部に生まれた、スクレーンガムに埋葬されている、1815年15歳の時に、子供ができたことで不況を被って、自分の生まれた村を飛び出した、ヨークの洋服賞に奉公し、 やがて商人として、当格を表した。1837年には、ヨーク市長に選ばれた。1827年には3万ポンドを相続し、ノースミッドランド鉄道の株に投資し、間もなく役員にも選ばれた。1833年には、ヨーク銀行を設立し、何度かは支配人も務めた。彼は長らくヨークに鉄道を通すことについて、検討しており、 ヨークノースミッドランド鉄道の通貨を確実にするために尽力した。そして1839年に路線が開通する際には会社の社長に選ばれた。この時から彼の関心は鉄道網の拡張に向けられるようになった。1841年には入ッするアポンタイン・ダーリントン線の建設を開始している。ジョージス・チー・ブンソンと共に彼は ミッドランド鉄道の入荷するまでの延長を計画して実行した。1844年までに彼は1000マイルを超える鉄道路線を支配下に収めていた。この年には誰もが鉄道への投資に熱狂する鉄道橋時代が最高潮を迎え、鉄道王の機嫌を取らない者は誰もいなかった。この鉄道王の称号はシドニー・スミスによって送られている。個人的な裕福さにもかかわらず、 彼はさらに2万ポンドを配当として受け取っている。ダラムの副知事、3回のヨーク市長、そして1849年から1851年までは、保守党の国会議員にサンダーランドから選ばれている。公職に選ばれたというニュースは、時速75マイルもの速度を出す、特別列車でロンドンへ伝達された。賞賛と名誉の絶頂にいた、彼は、イースタン鉄道に関する詐欺が、 明らかになって突然転落した。サンダーランドは1859年まで彼の寛大な大義士活動にこだわっていたが、鉄道バブルの崩壊とともに彼はすべての影響力と財産を失った。彼の残りの人生はほぼヨーロッパ大陸で過ごすことになった。ロンドンで亡くなる直前、何名かの友人が彼にわずかばかりの年金を提供している。彼の名は 思い上がった野望と不安定な幸せの教訓としてよく使われている。トーマス・カーライルは彼のことをレター・デパメフラッツの中で思い上がったギャンブラーと表している。ヨークノース・ミッドランド鉄道のかつてのヨークのターミナル駅のそばに彼の名前にちなんで付けられたハドソン・ハウスが残っている。またヨークにはノース・ストリートと並行してジョージ・ハドソン・ストリートが走っている。 ありがとうございます。